州グリーン合流圏の旅の思い出になります。寝台特急暁長崎発京都行きの寝台特急。新しいタイプの黒字の行き先方向幕。長崎駅は東京の上野駅と同じく駅止まりの投炭式になります。現在の高架式と違い昔の長崎駅は地平ホームになります。朝一番の博多方面へ向かう特急かもめ。諫早駅は立派な駅舎でした。ここ諫早駅は大村線と長崎本線の分岐駅でした。国鉄時代の駅名表でしょうか？諫早駅を起点とする島原鉄道キハ2500系機動車になります。平成 3.4 年の雲仙普賢岳の噴火火砕流や土石流により現在の島原鉄道の終着駅は島原外港現在は島原港駅に改称になりました。九州新幹線を迎えるにあたり立派な駅舎となった熊本駅。まだ有明号も健在でした。熊本駅の案内表示板になります。有明号の車内は平日の早朝で空いています。福岡県に入り大牟田駅に停車します。有明は博多を目指し進んでいきます。787系 L 特急有明485系時代から鹿児島本線の主力特急でした。有明を降りると燕西鹿児島の幕に切り替わっていました。博多では885系のカモメが出発を待っています。SM1 はトップナンバーの編成でしょうか。門司港駅に着きました。関門連絡船船通路跡とあります。関門トンネル開通前は青函航路と同じだったのでしょうか。レトロな雰囲気の門司港駅の切符売り場の文字。隣にある電流線九州では白電の愛称で親しまれました。直線的なホームと歴史を感じさせる屋根ここ門司港駅は東京駅と同じく重要文化財に指定されています。門司港駅舎を正面から見た画像になります。かつてはこの門司港から夜行急行の開門にちなん西鹿児島行き夜行普通列車長崎もここ門司港駅を起点終点としていました。JR 九州の813系交流型近郊電車。九州グリーン合流圏の旅の思い出に移行へ続きます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。